おざす、T シスンです。さて、今回は BF5 久しぶりに実況を撮っていこうかなと思っております。で、今朝の午前5時、めっちゃ早い。で、なんでちょっとこんな意味不明な時間から動画撮ろうかなって思ったかっていうと、一悶着ありまして、いや寝れなかったんですよね。いや昨日ね、今日かな、今日12時ぐらいまで Apex やってたんですけど、あの外人、野良の外人と一悶着あってね。いや、なんか VC でめっちゃ騒がしかったんですよ、そいつ。で、俺のそのケアパケ、取ろうとしたケアパケをオクタンのなんか、あの薬物使ってかすめ取っていくし、で、VC で騒がしいし、ずっとファックって言ってるし、で、俺も切れて、VC で、ファッキューって言ったんですよ。そっから俺とやつのファック合戦が始まったんです。ファック合戦って言ったらなんかちょっとあの、いやらしい感じだけど、そういう意味じゃなくて、そのファックが、まあわかるっしょ。はい。が始まったんですよ。一応優勝はできたんだけど、で、なんかちょっと興奮しちゃってね、俺も。寝れずに。まあ、朝の5時まで悶々としてたわけですけど。まあ、一応今日も仕事なんだけどね。いや、一応さっきね、なんか、リラックスしようと思って、冷蔵庫の中のもう適当に飲んだんだけど、それレッドブルでさ、もうレッドブル飲んだ瞬間、俺は覚悟決めました。徹夜でいきます。今日の仕事をやっていくぜ。そして BF の実況もなんだこの武器は。3倍サイドに ?SF? ふざけた武器だが、あ、前の実況の名残か。まあ、いけるだろう。反動が強いと思えば反動が強くなるんだ。反動がないと思えば反動がなくなるんだ。そうだ、気合だ気合やっていくぞ。さあ。で、これ敵の目だろう。やってくれるわ。これは蘇生、あ、なんか下打ちになっちゃった。いや、違うね。して、あの、蘇生中かなと思って、ね。確かめるための確認打ち。じゃあ知らない。さあ、デルタを取ろう。で、これもうデルタ取れるな。敵めちゃめちゃ少ねえ。ちょっと待ってよ。でも、範囲外から撃ってきてんのか。どっちから撃ってきたっけこいつが。違うな。で、デルタは全滅と。ただこれ奥の方でまだ湧いてないか。湧いてるね。オッケー。はい。というわけで、やっていきたいか。なんかもうデルタ取りかけだね。なんか最近コンクエスト俺あんまやんないんだけど、BF は。で、その理由の一つがちょっとレイプ戦多すぎかなっていう、ちょっとクソみたいな反動。いや、大丈夫。そう、さっきも言っただろう。反動があると思うから反動あるんですよ。これは反動ない。よっしゃ、オッケー。いいタップ打ち。さあやっていこう。で、さあ、外回りでいくか。まあ、言うてデルタにはちょぼちょぼ攻めてはきてるか、敵。ただ、この右上取られちゃってるから、これ。多分すぐ取り返せるね。まあ、基本的にこのデルタ取るためには、なんていうかな、この上崖上を取らないと、かなり難しいね。まあ、必然じゃねえわ。あの、必要なわけではないけど、まあ、取った方が相当有利になるけど、まあ、この押し込められようから見て、そんなパワープレイできる敵にも見えないから、まあ、普通に取れますよと、このデルタは。はい。で、一応ミニマップ見る限り大丈夫そうだけど、ちょっとチラッと見てみるが、まあ大丈夫だね。ここは取られてない。はい。こうなったらもうエコー取れるでしょう。ということで、ただデルタがまだ減ってるか。湧いてる？ビーコンがなんかあるのか？いや、ちょっとこの距離はきついが、パワーで押していく。いや、なんか見たくない奴がいる。待って、ダメ。やられてしまうか。まあいいや、やっていこうか。はい。デルタどこで湧くっけ？もっと奥だっけ？まあいいや、なんかいるが、それ脇なんかな？普通もうちょっと奥で湧くと思ったんだけど。まあいいや。で、あ、そう、こういう風に湧くと思うが、まあ大丈夫かな。なんかケツいねえか、これ。いるよな。これちょっと遠いな、これ。まあなんとかやって。さあ、デルタも取りかけてるんで、もう前に押して、前押しだね。前押ししようか。さあ。で、まあ普通にこの家取った方が強いんで入るか。ちょっと外回り警戒するかね。入る前に。まだ来てないっぽいね。で、なんか足音してんな。多分いるな、これ。で、上取ろうか。で、なんか撃ってない。撃ってるよね。OK です。二人いた。ちょっと待って。ナイスカバー。ありがてえ。はい。さあ。で、リロードして、で、回復もして、一旦出ようか。はい。で、もう、この家も取っちゃったな。えらい、なんか火力少ねえな、敵。大丈夫か。まあいいや。で、さあ、とりあえずグレ全部使っちまおうか。一発当てれば凝固。あ、全然当たんねえ。まあいいや。さあ、右の方から銃声、敵の遮断だね。はい、いってらっしゃいませ。で、あれは死んでるか。で、手前に一人。OK です。はい。で、エコーも取っちまう、この調子で。はい。いいっすね。で、このロングにはいない。さあ、
この建物群に入ろうか。で右も大丈夫。さてどうしようかな。これ味方だろう。奥まで抜けるのも手ですね。一応抜けてみるか。一旦エコーの外見てみる。中か。一人だね。OK だ。はい。で、リロードして。まあ、調子はいいが、このマリタでここまで押し込められるのもなかなか、ん？ ZH か。了解。さあ、あとどうしようか。これ、敵いるか。いるね。これ、多分脇だね。はい。で、やって。で、一人入ってるわ、これ。上にいるんじゃないか。これ、上にいるぞ。OK です。さあ、エコーはクリアリング完了だね。で、アダマ湧いてくるやつのみ、こういうの。おっと、まあ、ちょっと、ダッサい OEM だったけど、まあいいでしょう。で、さあ、こっちは。いいね。で、あとは。うん、なるほど。敵さん、なんか負けてる割には ZS が MMG とか多いな。いや、いいんだけどね、クラン戦じゃねえから、好きな武器使えば。うん。まあ、俺も使うときあるし、MMG とかね。はい。さあ、ただし、敵にも多少頑張ってもらわないと、俺のキル数も伸びてんから。はい。多少敵も応援してあげよう。頑張れ。はい。で、さあ、な、これ俺、追われてねえか。追われてるよね。ちょっと、下見てみようか。で、なぜか地雷踏むと。さあ、あ、来た。よしよし、オッケー。危なかった。まあまあまあ。はい。さあ、あとどうしようか。一旦ちょっと回復取りに行こうか。ここにあったはず。いいね。さあ、デルタが取れてる。まあ、敵も頑張ってくれてるね。はい。さあ、多分相当湧いてるはず。うん。で、奥にも抜けてるだろうから、まあ、警戒したいが。いや、全然いねえわ。なんでやねん。ただ、味方死んだが、彼らが。OK。ちょっと反動に遊ばれたわ。はい。で、デルタも取りかけてしまうと。あ、取っちゃったな。果たしてなぜこういう事態が起こるのか。なんだかな、半年前ぐらいの BF5 ならもっとアクティブに敵動いてたはずなんだが、まあ、最近こういうの多いんだよね。まあいいんだけどね。はい、OK。さあ、一旦リロードして。どうしようか。もうデルタも取れるし、エコーもなぜか敵取れてねえし。さあ、あと1拠点のみ。どうしようか。で、心意気は認める。だちょっと甘い。はい。外側回ってくるべきだったね。彼は。真ん中突っ込んでくるべきじゃなくて。はい。いや、まあ、オーソドックスな手段だけどね。レープ戦になりそうだったら、車両で抜けるって。うん。心意気は認める。はい。さあ、あとどうしようか。まあ、攻めるしかねえわな、こっちは。あと1拠点だけだし。さあ、いらっしゃいませ。あー、こっちは SF なんで。ご了承もできる。で、3倍もついてるんで。ちょっと遠くも狙える。理論値最高。こっちで撃ってるの。入ってらっしゃいませ。でさあ、ちょっと下見てみようか。なんか走ってたぞ。あ、これが。OK。で、一人やって。で、この方面支援厄介だな。一旦逃げようか。あー、ちょっと木が邪魔だったな、今の。くそ。で、こっちいるだろう。あー、めっちゃいる。OK。で、あー、なるほどね。外から抜けて。これ脇かな。まあ、いいだろう。だいぶ暴れましたよ。で、さあ、その暴れた結果、全強ですよ。はい。というわけで、これ、勝ち確ですね。うん。やったぜ。はい。というわけで。で、エコーも取っちゃって、で、これでもう、で、敵も10チケ切ったんで、もう G エンドですわ。はい。で、終わったね。で、エーペックスでちょっと気持ちが高ぶっちゃって、なんかこう、気持ちを落ち着かせようとした結果であったのが BF のレイプ戦。落ち着きましたね。あ、気持ちいい。はい。というわけで、私、早いんだよな。15分経ってねえだろ。一試合。先多いんだよね、こういうの。まあいいや。というわけでご視聴ありがとうございました。では次回の動画でね、お会いいたしましょう。バイバイ。